ダイヤクリーニング笹置店。こちらではオーナー歴2年目の森さんが働いています。中学生の子供を持つ森さんは安定した収入を得るためにオーナー制度を選びました。きっかけはオーナー募集のチラシを見ました。実はこのオーナー制度、ダイヤクリーニングが店舗を提供し、オーナーさんは30万円の準備金があれば開業できてしまうという制度なんです。オーナーになると売上の 20% があなたのものに。安定した収入を確保することができます。働きやすいですね。周りの方がサポートしてくださるので、わからないこともその都度教えていただけるし、不安があまりないですね。お店をよく利用するというお客さんの反応は？人柄ですよね、店長さんの。話してて親戚のお姉さんみたいな感じで、うちの息子もこのクリーニングの大ファンなので、私一人で行っちゃうと怒るぐらいなので。では森さんにとってこの仕事のやりがいとはどんなところなのでしょうか？大事にされてる服の汚れがきれいに取れた時とかは私も嬉しいですし、お客様もすごく喜んでいただけて、ありがとうって言ってもらえますね。長く働いて安定した生活をしていただくというところが、一つの私どものキーワードでして、65どころからですね、70も75までも働いていただけるような、そういう方を、ぜひ来ていただきたいなというふうに思っています。できる限りですね長く、長く、90、80ぐらいですかね。80ぐらい